はい、サトシキリンパケアの佐藤です。歯医者をしていたりリンパケアを教えたりしています。新しい技術のファシアテーピング、ベクトルテーピングの一つの考え方になるんですけども、このファシアテーピングというのがありまして、こういったマスキングテープなんかも使えるんですね。マスキングテープなんかを使ってやってみてください。ただ、これがですね、6ミリ幅です。3ミリ幅でもぐらいでもいいかなと思います。いろいろやってみると、普通のマスキングテープの12ミリとか、ちょっと分厚い幅よりも6ミリ幅ぐらいの方が、効果は高いようです。で、やり方としてはですね、足ですね、足の薬指、じゃなくて人差し指の根元にバッテンを貼ります。人差し指の根元にバッテンを貼ります。こういったテーピングはですね、サトシキのリンパケア、もうインストラクターたちがいろいろ考えて、やっているものでもあります。私の考え方プラス茎理論プラスこういったいろいろみんなやってみて、まあ僕も服の上からじゃ全然効果ないと思ってたんですけども、まあ服の上からどうですかっていうことで、やってみたら効果があったということです。そして、これだけでも母子球に非常に荷重がかかってですね、これだけでも足が軽くなります。こう普通に上げてても軽くなって、さらに大腰筋ですね、大腰筋、半分おへそと腰のちょうど真ん中ぐらい、これベクトルテーピングにも用いる場所なんですけども、ここ貼ってください。ここ貼ります。もうこれで全然、上がり方が変わってきます。大きく上げると特によく分かります。こういう感じですね。で、骨盤の高さもね、これで、高くなるんです。高くなります。こっちと比べて高くなってますですね。さらに、これちょっと僕胸が空いてるんですが、胸鎖乳突筋、ここですね。筋腱移行部、に貼ります。ここの筋腱移行部。肌が弱い、僕も肌弱いんで、テーピング、テープでもいいんですけども、服の上から貼っていただくと、いう形の方がいいかと思います。ね、シャツ。こういうとこ無理だったら、鎖骨の中央部でも、筋腱移行部になっておりますので、で、ここですね。筋と腱の移行部に、ただバッテンを貼っていくだけでいいですよ、ということです。こういったところに関しては、こういったマスキングテープではなくて、医療用のね、なんていうのかな、カット板っていうのかな、貼るテープが